岡山県久米南町。この町は戦後間もなく川柳によって新しい町づくりに取り組み、日本一の川柳の町を目指しています。町のシンボルゾーン川柳公園にはおよそ300基の区碑があり、商店街や町の至る所にも川柳の看板があります。道の駅には川柳が書かれたおまんじゅうやせんべいもあります。そんな心和む町久米南町で行われている川柳の定例会、与えられたテーマで川柳を作り発表していきます。川柳は575の文章の中に風刺や批評につながるうがちや軽み、ユーモアなどを交えて作ります。やはり現代はユーモアというのが非常に不足しているんではないかと思います。うふふと笑うというんですかね、こういうやはり何かがあると非常に生活に潤いができているのではないかと、このように思っております。それではこの日作られた川柳を紹介しましょう。へいへいほう、与作の斧は山が好き。深海魚、火を吸う夢は持っている。自分がね、表現できないことを川柳で表現するように努めてます。そうですね、頭に体操になりますね。やっぱりね、こういうのなかったら、川柳なかったらあんまり時間持て余しとったわけで、時間持て余すことないんでね、その点じゃ始めてよかったなと思ってますね。全国にたくさんお友達ができたいことですね。川柳という一つの文芸を通じてみんなが友達になれるというのが非常に、いいことですね。子どもたちも大人に負けじと川柳作りを楽しんでいます。家ではね、妹誘い漫才だ。子どもが家へ帰ってお話するんでも五七調で話すそうですよ。で、お父さんやお母さん、おじいさんおばあさんも一緒になってね、やってくださるようになりました。今年は国民文化祭ですから、皆さん盛り上げてやっていただきたいなというふうに私たちは思っております。あっぱれ岡山国分祭、久米南町では文芸祭川柳を行います。ぜひお越しください。